日に上手くなるね。大根ね。さあ、朝ごはん。本当はあのパンと行きたいところなんですけども、パンがちょっとかな、パンがない。人事に感謝していただきます。やっぱ高菜はこれだけ食べても美味しいもん。トイレをもう一台買ったんですけど、使わないですもん、全く入ろうともしない。ただ部屋の中がスペースがちっちゃくなったっていう。でしかも結構でかいんですよね、そのトイレが。まあいいけどね、まあ一応しなくてもまあ必要になる時があるのかなと思って。まあただでかくてね、使ってくれるのか、まあ、使ってても、まあ、場所あるか、でもなんかね、使えお前らみたいな。何度もそのトイレの近くにポンと置いてあげたんですけどね、やらないんですよね、全く。もう近づいたらすぐ離れちゃうんですよね。
2日目の豚汁。2日目何日目かともよく分かんなくなってきたな。後ろのこの後ろのね、あの観葉植物あるいは水耕栽培、ちょっとあの今いろいろ考え中。中途半端ですよね。一番上に3つっていうの、今日はね、自転車の試運転します。一応工具持って行って、あの走りながら調整できるようにしようと思って。天候は悪いけどね。OK Google。 あれ OK Google。 あれこれ Google だったっけ、あ違うか、アレクサか。いやでもこれ Google、 あれ OK Google。 今日の天候、
なんで Google 無視するのかな。ん？Google、Google、あれ、なんだっけ、Google の呼び方って OK Google でしたね。ん？OK。あ、Siri か。Hey Siri。え、Hey Siri。あ、じゃあ Siri はこれじゃないか。Siri は iPhone か。OK Google。よし、なぜかわかんない、アレクサ入れたからかな、これに。アレクサ、なんか歌って。違う曲歌って。アレクサオリジナルソング、テクノロジーの歌とラブソング、ボンボンソング、アレクサオンと十二種の歌が歌えます。その他ハッピーバースデーの歌や季節ごとの日本の童謡が歌えますよ。最近君の名前という歌を歌えるようになりました。アレクサ、君の名前を歌ってとリクエストしてみてください。アレクサ、ハッピーバースデー歌って。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。目を覚ませ。小松菜の置き場がないですね。どうしよう。小松菜がでかく、あ、そうね、小松菜の、なんとかしなきゃいけない、なんとかしたいんですよね、ここなんか。なんかこう、ここのケーブルもなんかぐじゅぐじゅしてるしね。これね、上はね、あまり光が当たる場所がない。この位置ぐらいなんですよね。ここの、これ6本あるんで、6本のうちこの2本を上に上げてるんですよ。まあ、下にも多少入るかな。
このサイドをちょっとこっちに向けて、まあこれが一番なんかこう効率よくこの段だと光が今の状況だったらいくかなっていう。そしたらなんかこんななんか変な感じになっちゃったんですけど、ちょっと入れんじゃん。でもこれね、でも今このあるアイテムだけで、まあ、もういいよね、これでいこう。あと小松菜と、でも水菜、これが水菜なんです、これだけ。ここから全部、どこらか黒井さんがどっちかちょっと忘れちゃった。これが全部そうなんです。ここまで。ここは水だけなの。ここは液体肥料が入ってるんですよ。栄養を入れて育つのと、水だけ入れたら、その違いがどうなるのかっていうのをちょっとすげえ知りたくて。うん、なんか若干ちっちゃく感じるな。ああ、やっぱ若干ちっちゃく。ね、当たり前なんだろうけど、それを自分の目で確認したかったんですよね。でも、まだわかんねえんだよ。若干ちっちゃく感じんな。なんかハーブっぽい。うっそ、ハーブの匂いしないっしょ。鼻がおかしくなったか。うん、匂わないね。うん、やっぱね、若干ね、葉っぱのサイズか。ああ、やっぱちっちゃく感じる。やっぱりあれか、栄養のあれか。ちょっと見えないっていうのはね、ちょっとこのこう手で持って下げない、そこも違う。ここに置くことは、ここに置くと光がちょっと足りないんですよね。ここまでなんですよね。でここのあれで光がいかないじゃん。ここなんですよ、問題は。ここまでやったらね、よかったけどね。ここまでありゃいいんですよ。ここまで。水菜チェック。なんかみんなさ、こうこのなんつうの、この芽が出てきた時って見た目がほとんど一緒ですね。途中からこう変わって形を変えていくけど、これ水菜、あの順調です、かなり。ただこれだけのかなり水菜入ってるから、ここのあのあれでどうなのかなっていう、そのちっちゃいキャパの割にいっぱい入ってるんですね、種が。だからまあ栄養のあれも必要なのかなとか、なんかどうなのか。一応やってみよう。これでやって成功すればもうこのままでいいよね。なんか気にはなるけどね。なんか直したいところいっぱいあるけどね、いっぱいあるけど、もうとりあえずこのケーブルですね。これも気になるもんな。まあいいや。では行ってまいります。おいあれ、まあ途中でさ消えちゃったでしょ、押しちゃったんです、電源。じゃあ触ったらあかん、あかん。ビビを見てます、ビビも見てます。どうしたん。おおお
怖い。たまにね、犬みたいな鳴き方するの。ワンワンって。ねえ。犬ですか、あなた。ん？ワン。はあ、お腹いっぱい。お。ゴー。うわ。ビビちゃん。ビビちゃん。Ciao.